スタリモストは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市モスタルにある16世紀の橋で、市内を分けているネレトバ川にかかっている。町の象徴となっていた。この橋は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中にあたる1993年11月9日午前3時に、クロアチア系のカトリック民兵によって破壊されたが、その後復興計画が持ち上がり、2004年6月23日に、 復興工事が完了した。2005年には、ボスニア・ヘルツェゴビナ発のユネスコ世界遺産に登録された。スタリモストは、モスタル旧市街のネレトバ川にかかっており、モスタルの名も、この橋にちなんだものである。モスタルは、国内第4位の大都市で、ヘルツェゴビナ・ネレトバ県の中心都市であると同時に、ヘルツェゴビナ地方の非公式な首都でもある。 1970年代の再建前のスタリモスト。スタリモストは、中心部が湾曲した橋で、全幅4.49メートル、全長30メートル、川面からの高さは24メートルである。この橋には、それを守る、要塞化された塔が2つ備えられており、北東にあるのが、ヘレビア塔南西が、タラ塔である。この2つは、モスタリと呼ばれるが、その意味は、 橋の護衛者たちである。橋のアーチは、テネリアとして知られる、地元の石で組まれている。アーチの姿は、内湖面の歪みが引き起こした多くの不規則性の、結果である。土台の代わりに、橋には、水辺の断崖につながっている、石灰岩の橋脚場が備わっている。夏場の川の水面は、海抜40.05メートルで、それを基準に測った場合、 橋脚場の高さは6.53メートルであり、そこからアーチが高く伸びているのである。アーチの視点は高さ0.32メートルの素形物で強調されており、アーチの高さは12.02メートルである。20世紀まで残っていた橋は、1557年にオスマン帝国のスレーマン一世が当時あった不安定な木製の吊り橋に変えて作るよう命じたものである。 建設は1557年に始まり、9年間を費やした。橋の碑文によれば、ヒジュラ歴の974年、西暦で言えば1566年7月19日から1567年7月7日の間に完成したようである。橋の建築について知られていることは乏しく、現存する書き物に残されているのは、回顧録や伝説、 それと建築を手掛けた人物の名前くらいである。その建築家の名前は、ミマール・ハイルディンで、東大随一の建築家だったミマール水難の門下生だった人物である。伝説では、彼は、前代未聞の橋を作らねば、死刑にすると申し渡されていたために、橋が完成して、足場を撤去する日には、自身の葬式の準備をしてあったという。 実証的な記録の乏しさから、いくつかの技術上の問題は、謎のままである。その問題とは、例えば、足場がどうやって組まれたのか、石を、一方の岸から向こう岸にどうやって運んだのか、長い建築期間中に足場は、しっかりしたままだったのか、などである。この橋は、建造当時では、世界唯一のシングルスパンアーチであったと考えられて、いるので、 その意味で、当時の、最も優れた、建築物の一つに数えることができるのである。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の間、クロアチア分離主義勢力、クロアチア防衛協議会は、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍と対峙し、1993年11月9日に、スタリモストを破壊した。クロアチア系の民族主義者たちは橋を寸断し、 周辺の歴史的な外区も破壊した。彼らにとっては、それは、ボスニア人文化、トルコ文化、イスラーム文化などの一部として、攻撃の的になったのである。先立つ1992年には、ネレトバ・カワウガンに非常に近いスタリモストの欄干が、砲弾で穴を開けられていたのだが、93年11月9日に、セククの丘やその周辺から浴びせられた一連の、 砲撃で橋そのものが完全に破壊され、川に崩れ落ちた。クロアチア人たちは、橋が、ボシュニャク人の勢力下にあった、ネレトバサガンとウガンの小さな勢力圏をつないでいることから、それを意図的に標的にしたのである。再建中の様子現在世界遺産に登録されている、橋は、ユネスコの支援を受けたトルコ企業によって再建された、ものである。 当時の技法に従って切り出された1088個の石を使ったこの再建事業には、およそ1200万ユーロが費やされた。その再開通は2004年7月23日のことで、再開通のセレモニーも挙行された。ボスニアのコミュニティにはまだ反目や疑念もくすぶってはいるが、そのセレモニーは、コミュニティの和解することを基礎に置いたものであった。 ネレトバ川へのダイビング町の若者たちにとっては、橋からネレトバ川に飛び込むのが、伝統になっている。しかし、川は、非常に冷たく、かなり危険なゲートであるため、最も上手で訓練を積んでいる潜りでだけが挑むので、ある。この慣例は、橋の建造当初からあったらしいが、記録によって裏付けられるのは、1664年以降のことである。 1968年には、公式な飛び込み大会が開催され、以降毎年夏に行われている。スタリモストは再建された翌年にあたる2005年に、モスタル旧市街の古い橋の地区の名で、ユネスコの世界遺産に登録された。登録にあたっては、その歴史的価値だけでなく、再建を経ることによって、多民族、多文化の共生や、 和解の象徴となったという側面も評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。